こんにちは、鈴木です。それでは毎月恒例の秋葉原散歩をやっていきます。今日は2月ということで、結構寒い感じの中進めていく感じですね。僕もちょっと耳当てを当てながらやってる感じなんですけど、いやー、現在6時50分ぐらいですね。ちょっと人が増えてきたところですね。でこちらが秋葉原アトレと、ちょっと人映ってるんでちょっと避けますけど、待ってですね、今ご中佐との、タイアップキャンペーンをやってる感じですね。ここは結構ね、写真撮ってる人も多かったんで、なんか見たことがあるっていう人もいるんじゃないですかね。こういうのはツイッターとかで結構上がったりするんでね。この辺は、あまり変わってないのかな。いやー、ほんと寒いっす。あとちょっとね、7時ちょっと前ってちょっと遅い時間帯なので、結構人が通ってる感じですね。で、上の看板がちょっと変わってますね。この武道館コンサート。これ誰なんだろう。フェアリーキャッスル。で、もう少し前に行くと、ゲーマーズですね。ゲーマーズの前にちょっと列ができてますけど、この辺はね、時々並んでる感じですよね。お、ちょっと。あんまり映しちゃダメなんで、ちょっと遠目に行きましょう。この辺は基本的にはまだ閉じてる感じですね。秋葉原っていう街は大体ね、9時から10時ぐらいに開くところが多い感じですね。そっちの富士そばとかは24時間なんで、いつでも行けますけど、朝9時過ぎにならないと、活気は出てこない感じですね。ということでこちらですね、中央通りですね。今行ったのはちなみに電気街口だったんですけど、中央通りと。朝、そんなに朝早くはないんで、人も結構、人じゃないな。車も結構通ってる感じになりますね。いやー。おー、バイクの音もすごいですね。時々ね、板車とかもね、これ結構通ってるんですよね。ビルサール秋葉原っていうのはもう少し向こうに行ったところにあるんですけど、そこでイベントがある時とかは、結構、板車とかが、走ってたりはしますね。あとは特別な日とかですかね。元旦とかそういう時は、ある感じですかね。で、向こうの方にも、あれなんだろうな。ナインっていう感じのゲームの、宣伝ですかね。ちょっと知らないですね。で、ソフマップ。ソフマップでは、フォーオーナー。これも知らないな。その辺の CM ですね。あと向こうに SAO の、劇場版が始まるんで、それのタイアップ広告みたいなのが出てますね。これはまた閉まってる感じが多いんですけど、パセラ。これはもちろんカラオケ屋なんですけど、ここは開いてる感じですね。パセラは結構なんというか、用を明かすために使ってるっていう人も結構いるんですけど、僕はさすがに近いに使わないですけど、ただいろんなところに行った時に、カラオケで用を明かすっていう人は結構いるんじゃないですかね。僕の場合ね、大体漫画喫茶使うんですよね。で、向こうには、秋葉トリップですね。今ちょうどアニメはやってますけど、それの広告みたいな感じですね。で、向こうに DMM の広告ですね。あそこにいつも DMM 出てるんですよ。今電子書籍ですけど、ちょっと前だったら DMM.make だったかな。そういう感じで、DMM 関連のサービスを、こっちに相談通りが出てるな。全面広告じゃないでしょ、気になります。ソードアートオンラインが、映画版が始まるので、その2月18日ロードショーというのが向こうに出てる感じですね。全面公開したいのはお金がないからかな。結構ね、全面公開だ。左側はよく見るやつなんですけど、右の方はあれか。音楽ですね。音楽の、その主題歌のやつですね。主題歌の広告も一緒にやってる感じなんですね。で、向こうの方には、うらら迷路町。知らないな。で、向こうには、ビルサール秋葉原ですね。イベントごとがあるときは、朝からでも結構稼働してる感じですね。ただ今日は何もないので、ああいう風に静かな感じというところですね。いやー、SAO はね、結構ね、ほんとね、秋葉原ね、結構増えてる感じですね。なんもないな、本当になんもないな。
で、ソファーのこっち側には、これいつも通りですね、アニゲイルブ。これ結構長いことやってる感じですね。まあ、ブレイブウィッチーズの報告も結構長い間ありますね。SEOどれぐらい売れるんでしょうね。だいたい新アニメだと興行収入は多分10億円いけばまあいいんじゃないのみたいな感じだと思うんですけど、結構やる気あるね。多分20億とか超える感じなのかな。まあ、なんていうか、ファンソーシャーラブライブとかより多分大きいんじゃないかなと思うんですけど、問題は、その、ファンの度合いですよね。ラブライブとかだったら、ね、多分かなりね、ヘビーファンがいるんで、まあ、あの、一つの映画で、あの、何回も行くっていう人は結構いるんですけど、SEO の場合はそうならないと思うんですよね。まあ、今まで劇場版とかあったんでしょうけど、多分ないと思うんですけど、まあ、参考になるのはなかなかないですからね。ドラゴンボールとかそういうのが近いかもしれないですけど、でこちらアニメですね。もうこの辺の広告はあんまり変わってない感じですね。まあ、虎の穴が、まあ、向かいにもあるということですね。中央通りを挟んで、まあ、両側にあると。でこっちドンキホーテ、まあ、最近ちょっとね分かんないんですけど、まあ、AKB 系のグループがこの辺でまあいろいろとやっていますというところですね。いやー AKB もねもう10年経ちますけど、ちょっといろいろと状況変わってきてますよね。この柱の高校ね最近買った感じですね。10周年ってなってますけど、でこっちが秋葉原クロスフィールド、まあ UDX ですね、いわゆる。でこっちはつくもと、いやーサイゼリアですね。あのサイゼリアはね結構ねたまる人ほんとね多いんですよね。まああの上の方のネットカフェのアイカフェもかなり、まあ、いろいろいろんな試みしてて、マジ来たらぜひ行ってほしいんですけど、まあ、普通のネットカフェじゃないんですよね。でこちらカーロスジュニア、まあ、去年上陸した、まあ、アメリカのハンバーガー屋なんですけど、ただ高いんですよね。それが問題ですね。この辺かな。あ、そうか、さっきのあの、つくものあたりですね。あの辺もね、確かね、あの SEO とタイアップ広告してましたね。で、こっちは駿河屋ですね。まあ、最近伸びてるところと。これ平日7時からやってるんですね。すごいな。やる気出しまくりですね。まあ、なんというか、まあ、少しでも、なんていうか、ライバルより差別化しないといけないっていうのが、まあ、この業界の、なんていうか、宿命みたいなもんなんで。早くから始めるのもその一環なんでしょうね。まあ、この辺まで来ると何もないかな。向こうのそばがありますね。でこっちは、まあ、上等カレーと。最近この上等カレーってね店舗増えてるんですよね。まあ、神田カレーグルンプリ優勝ってありますけど、まあ、ここだけじゃなくて、まあ、すぐ近くに、まあ、神田グランプリっていうぐらいなんで、まあ、神田にもいっぱいありますね。いっぱいはないか一つかあるんですよね。で、こちらが、みんな大好き、日高屋ですね。日高屋ね、秋葉原に、まあ、こっちと、あと、逆の昭和口にもあるんですよね。あとね、上野の方にもあるんですよ。日高屋も出しすぎな感じですよね。まあ、最近は本当、個人経営のお店というか、そういうのが減ってきて、まあ、チェーン店がめちゃくちゃ増えてるような、まあ、そういう流れのが多い感じですね。ということで、向こうに、あれ、なんかあの封鎖されてますけど、まあ、これもともと、末広町駅ですね、入り口あったんですけど、今ちょっとあの工事中で、なんだろうな、夏ぐらい、夏かな、またオープンする感じですね。いやこっちは虎ノ門ですね、有名かな。で、こちらが、蔵前橋通りと。まあ、いわゆる秋葉原というのはここが、まあ、終点みたいな感じですね。で向こうを見ると、まあ、あっちは、まあ山手線なんですけどね。でこっちを見てふとということで来た道を振り返るとこんな感じというところで今日は終了しておきます。ではでは。